コンピュータゲームにおいて、スキン賭博は主にゲームプレイに直接的な影響を与えない、スキンなどのコスメ用の仮想アイテムを、プロの試合、または他の運の要素が大きいゲームの結果にかけるための仮想通貨として使用することを指す。それは主にバルブコーポレーションのゲーム、カウンターストライク、グローバルオフェンシブのプレイヤーコミュニティ内で起きているが、その監修は、 他のゲームコミュニティでも存在している。バルブはまた、プレイヤーのスティームインベントリにあるスキンの取引や売買をリアルマネーもしくはデジタル通貨で行えるサードパーティーとのインターフェース接続が可能なスティームマーケットプレイスを運営しているが、バルブ自体は賭博の監修を非難しており、そのような行為はスティームのサービス規約に違反している。バルブは2013年に カウンターストライク、グローバルオフェンシブのアップデートの一部として、ランダムのスキン報酬を追加し、プレイヤーがそれらを他のプレイヤーとのトレードや、プレイヤーコミュニティと同作のスティームマーケットプレイスの両方を活気づけるために使われると考えていた。バルブがスティームマーケットプレイスに設定した価格制限を回避して、高値取引を行えるように支援し、ユーザーが スキンの現金価値を受け取れるようにしたウェブサイトが数多く制作された。これらのサイトの一部は後にプロの試合や運の要素が大きいゲームの結果にそれらのスキンをかけられる機能を追加しており2016年には約50億ドルの仮想グッズが扱われたと推定されている。スポーツ試合における賭博未成年者賭博非控えの宣伝、 結果の操作に関連した倫理的、法的問題が原因でこれらのサイトは、バルブと様々なコンピュータゲームの配信者とともに綿密な調査の対象となっている。そのような非倫理的行為の証拠が2016年6月に発見され、翌月にこれらのサイトとバルブに対し2件の正式な訴訟が提起された。バルブは後に賭博を可能にする目的で、 スティームのインターフェースを利用しているそれらのサイトを止めるための対策を講じたことで、サイトの約半数の閉鎖につながったが、スキン賭バクの地下経済への移行がさらに進むことになった。カウンターストライク、グローバルオフェンシブは、バルブコーポーテーションとヒドンパスエンターテイメントが開発し2012年に発売したチームベースのファーストパーソンシューティングゲームである。 作品自体は1999年に開発されたカウンターストライクのモッド上に構築されたスタンドアロンのゲームであり、後にバルブのゲームシリーズに組み込まれた。ゲーム内でプレイヤーはテロリスト、または対テロリスト役を担い、各チームは敵対勢力から壊滅させられるか試合の時間制限に到達する前に達成する独自の目標を持っている。例えば、 テロリストチームは特定の場所に爆弾を設置して、それを守らなければならずタイテロチームは爆弾を設置される前にテロリストを排除する必要があり、爆弾が設置された後は解除を行わなければならない。2013年8月のアームスディールアップデートの導入で、スキンと呼ばれるコスメ用アイテムがゲームのパーソナルコンピュータ版に追加された。デベロッパーは武器スキンに至るまでに、 他の種類のカスタムドロップを検討していたが、グローバルオフェンシブは一人称視点のシューティングゲームであり、プレイヤーは自身のカスタマイズを見ることはないためプレイヤースキンは除外され、ゲームバランスが崩れるのを懸念して、新武器も同様に除外された。チームフォートレス2に使用したモデルに従い、バルブはプレイヤーが試合をプレイするにつれて、スティーム内のユーザーインベントリに保存される。 ランダムのスキンドロップの報酬を受け取ることができるようにした。期間限定のスーベニアスキンはグローバルオフェンシブの競争試合をゲーム内でまたはスティームアカウントに紐付けした TwitchTV のアカウントを通じて視聴すれば獲得することもできた。チームフォートレス2とは異なりグローバルオフェンシブのスキンはゲームプレイに直接的な影響を及ぼさず プレイヤーの武器の外観に影響するのみであった。特定のゲーム内武器に固有のスキンはゲームをプレイ、またはゲーム内報酬で付与されるランダムのゲーム内ドロップからプレイヤーが獲得できる頻度によって決まる希少性や銃のどの程度使い古されたように見えるかに関連した外観品質を含む様々な特徴が与えられる。これらのスキンはグローバルオフェンシブ カウンターストライク V1.6 およびカウンターストライクソース間で分割されていたコミュニティのプレイヤーの規模を統一増加させるために追加された。バルブのカイル・デイビスによればグローバルオフェンシブへのスキンの導入はスティームマーケットプレイスで他社とトレードに使える無料の仮想アイテムをゲームをプレイするだけで付与してマーケットプレイスの独自経済を強化することでより 多くのプレイヤーに対処ゲームを奨励するためであった。アームスディールアップデートで聴衆が再びゲームに戻ってくるようになり、リリース後、約7ヶ月間の平均プレイヤー数が前年比6倍に増加した。当初バルブは一部のマップで隠れやすくするためにより、望ましいカモフラージュのように見えるスキンを検討していたが、コミュニティの関心は武器をペイントボール銃のようにする、明るく。 カラフルなスキンに関心がより寄せられていることを発見した。スキンが一種のトロフィーであるとみなされ他のプレイヤーに自分たちがどれほど真剣なプレイヤーかを見せつけることができることからスキンの追加は熟練したプレイヤーにとってゲームをより魅力的にするものだった。バルブのゲーブニューウェル CEO はスキンの提供はプレイヤーがゲームのプレイをやめた後でもゲームの名目上の価値を 保つ投資だと説明したが、この機能で制御できなくなる可能性がある要因について懸念していると述べた。特定のスキンは希少性と他の品質により、プレイヤーからの需要が非常に高くなった。数千米ドルの価値を持つ特別なコスメ用ナイフなどの一部アイテムと、共にスキンは仮想通貨の形態を取るようになった。この仮想通貨は未知のスキンを含む、 武器ケースをゲームが提供することでさらに影響を受けた。武器ケースはゲーム内ストアで2.49ベイドルで販売されているキーを購入することでしか開けることができず、ケース開顧で入手できる最も一般的なスキンはキーのコストよりはるかに価格が安いためキーを購入し一般スキンを入手した場合プレイヤーは事実上金を失うことになる。このため、 ケースもまたグローバルオフェンシブ内の仮想通貨の一部となっている。グローバルオフェンシブはプレイヤーが仮想のゲーム内アイテムの売買やトレードを行える最初のコンピュータゲームではないが、スティームマーケットプレイスを通じたアクセスと転送の容易性により動作は仮想経済として成功を収めた。しかしながら一部スキンの金額の上昇に伴い、スティームマーケットプレイスは 実行不可能となった。スティームマーケットプレイスは最大400ベドルまで販売でき、すべての取引にバルブが徴収する15%の手数料がかかる。スティームマーケットプレイスを経由したトレードと購入には、他者からスキンを購入するためにスティームウォレットに資金を追加する必要があり、その後売り主のウォレットに資金が送られるが資金を現実世界の金として引き出すことはできない。 スキンの価値がこれらの制限を超えて成長していくに、つれてグローバルオフェンシブのスキンのトレードの管理を行う新たなウェブサイトが立ち上がり、それらのサイトではスティームワークスのアプリケーションプログラミングインターフェースを用いて、プレイヤーのインベントリとサイトをつなげる一方で、ユーザーが PayPal のような他のオンラインのバンキング、支払いサイトあるいはビットコインのようなデジタル通貨を用いることで、 さらに多額の金の支払い、受け取りができ、またバルブの取引手数料の支払いの回避を可能にしている。グローバルオフェンシブのスキントバックは2016年のこのマジャーリーグゲーミングイベントなどで動作が e スポーツとして人気を博していくにつれて成長していったスキンの追加後グローバルオフェンシブのプレイヤーコミュニティは急速に成長していき、Twitch TV のような配信サービスの成長によりさらに成長を遂げた。バルブは独自大会のスポンサーを含むプロフェッショナルプレイに好ましいようにするグローバルオフェンシブへの機能を売り込んだ。ランキング上位プレイヤーからいくつかのチームが生まれ、大会での観戦機会を作り出した。これは視聴者が試合を観戦するだけで観戦客スキンを獲得できるようになったことでさらに高まっていった。 2013年に最も視聴された e スポーツの一つであるリーグオブレジェンズと比較してグローバルオフェンシブは視聴者にとってわかりやすくついて行きやすかったことで観客の視聴に魅力的なものとなったアームスディールアップデートの1年以内にプレイヤー数が大幅に好転し主要な e スポーツになると見られた2015年9月までに800万人以上のプレイヤーが グローバルオフェンシブをプレイしており、2016年4月時点で、同作はツイッチ上で最も視聴される上位5つのゲームの一つになり、チャンピオンシップの試合中にピークの同時視聴者数52万5000人以上を記録した。2016年初頭にグローバルオフェンシブはその年に最も成長する e スポーツになると見られていた2016年現在、 e スポーツとしてのグローバルオフェンシブの人気が視聴者の増加に伴い成長していくにつれて試合にかけたがるプレイヤーが出てくるようになった。アメリカ国外ではグローバルオフェンシブのようなゲームの試合結果にユーザーが直接資金をかけられるサイトがいくつか立ち上がっていた。e スポーツを含むスポーツに現金をかけることはヨーロッパの一部の国々と 2018年5月まで1992年、プロアマ保護法により4州を除くアメリカ、合衆国全土で禁止されていた。パスパ外見であると判示した、マンフィー対全米大学体育協会事件での最高裁の判断により、e スポーツを含むスポーツ賭博を州が自由に解禁できるようになった。アメリカの判例法はまた試合の結果に仮想アイテムを、 かけることは合法であり、賭博法の対象外であると判断した。ブリザードエンターテイメントやライアットゲームズのような企業はこれらの従前の判決の範囲内に、とどまるようにリアルマネーと仮想通貨との間に強い、描写を行う一方で完全に仮想の資金を用いて、自社のゲーム内の試合にかける機能を提供している、グローバルオフェンシブのスキン取引を支援するために、 制作されたウェブサイトの一部はスキンで賭博を行う仕組みの提供を開始しており、それらのサイトではリアルマネーの介在を避けているように見られていた。これらはプレイヤーが e スポーツの試合にかけるためにスキンを使用できるようにしたサイトが始まりであり、プレイヤーは自身のスティームインベントリから一つ以上のスキンをかけることになり、 その後かけたスキンは、賭博サイトが管理するアカウントに移される。勝利時には、プレイヤーは移したスキンの返却及び賭けに負けた、プレイヤーが提供したスキンの分け前が与えられる。時間の経過とと,ともに、他のサイトは、e スポーツ賭博を超えて拡大していき運の要素が、大きいゲームへの賭博も提供し始めた。ジャックポット風のサイトが導入され、それらのサイトでは、ユーザーは、 自身のスキンをポットに入れることができ、最後は一人の勝利で終わる。合計値が高いほどユーザーが勝利するチャンスは高まる。いくつかのサイトでは一つのコイントスの結果にかけることで、賭博性を減らした。一部サイトではまたスキンで購入できる未開魂の武器クリエイトを提供している。賭博機能との組み合わせで、プレイヤーは獲得したスキンをこれらのサイトを通じて、 現金価値での交換やさらに賭博を行うために通貨でスキンを購入できる。これらの賭博サイトが成長を遂げた正確な時期は不明確であるが、アイラースクレイチークゲーミング及びナリスアドバイセスのアナリストのクリスグローブは早ければ2015年8月にも e スポーツへの賭博にスキンが用いられるようになったと述べた。その当時は 従来の運の要素が大きいゲームでのスキンの使用は容易にはわからなかった。これらのサイトは一般的にバルブが規制を行っていないグローバルオフェンシブスキンの周りに一種のブラックマーケットを作り出した。これらのスキン賭博サイトで処理された正確な金銭的価値は所有権が不透明なため計測するのは困難である。アイラースとナリスは二千十五年に十三億ドル。 2016年には50億ドルのスキンが e スポーツへの賭博に使用されたと推定し、マーケットが抑制されないままである場合に2020年までに200億ドル以上のスキンが賭けに用いられると予測した。2016年の間の50億ドルのスキンのうち20億ドルのみ e スポーツ賭博に用いられ、残りは従来の運の要素が大きいゲームに使われたと推定した。 一部個人は彼らのインベントリに数千万ドル相当のスキンを蓄積していると推定されている。e スポーツベッティングレポートの推定ではグローバルオフェンシブの賭博の影響はスキン賭博に関連する視聴者数とプロモーションによりプロフェッショナルの e スポーツ全体から8桁の規模の金額が吸われていた。いくつかの要因が グローバルオフェンシブのスキン市場と賭博に関する懸念につながっていった。UCLA の賭博研究の共同ディレクターのティモシー・ウェイン・フォングによればスキン賭博のメカニズムはゲーム内スキンをすぐに利用できることと獲得しやすく大きな報酬を稼ぐことができるため賭博の素因となるという。これはグローバルオフェンシブのプレイヤー層の大部分を構成する 若年プレイヤーに特に当てはまり、彼らは友人に見せびらかすために、ユニークなスキンを入手しようという、同調圧力によっても促進される可能性がある。2016年に、スキントバクのウェブサイトに圧力がかけられるのに伴い、一部では、スキンを暗号通貨の一部として利用しようという動きがあり、2017年6月に、暗号通貨、スキンコインが誕生した。 イーサリアムの裏付けがあるスキンコインは、賭博サイト上でスキンを同コインに交換できるようにしており、その後コインを賭博、またはスキンの購入に使用することができる。2017年にはユーザーが広告を視聴したり他のゲームでこれらのサイトの宣伝を行ったりするなどの無償の仕事を行うことでスキンを入手できるサイトが立ち上がった。合法にするために、これらの無料スキンは、 賭博の側面はないがユーザーは後に他の賭博サイトにスキンを持ち込むことができた。スキン賭博とそれに関連する問題は大半がグローバルオフェンシブなものであったが他のゲームにおいても仮想グッズを用いた同様の賭博が行われていた。バルブのマルチプレイヤーオンラインバトルアリーナゲームのドタにはプレイアブルキャラクターのコスメ用の服装と武器の交換を 仮想通貨として使用しており、これは両方ともグローバル、オフェンシブと同じまたは類似するサイトで e スポーツ賭博用にトレード使用されている。それらのコスチューム要素のドロップはグローバルオフェンシブよりもはるかに稀であることから、それらをめぐる賭博の状況はグローバルオフェンシブのスキン賭博のような深刻な状況だとみなされていないが同じ倫理的。 法的問題を抱えている。チームフォートレス2の仮想グッズも比較的規模は小さいが様々な賭博サイトで用いられているエレクトロニックアーツの FIFA シリーズのゲームでもプレイヤーがリアルマネーで購入した仮想コインを使い現実世界の FIFA 選手をベースとしたチームを制作する FIFA2013 の FIFA アルティメットチーム機能から同様のブラックマーケットと トバクサイトが存在するようになった。プレイヤーは仮想アスリートを別のアスリートと取引することができるが、コインと選手の裏側の仕組みは、グローバルオフェンシブのスキントバクのように同じ方針で、運営を行う第三者のトバクサイトへと繋がっている。この種のトバクを提供するサイトが起訴された事例が、少なくとも1件存在する。大規模、マルチプレイヤーゲーム、イブオンラインには、 開発企業の CCP ゲームズではなく、プレイヤーが主導するゲーム内経済は、プレイヤー主導の経済のバランスを崩す、仮想アイテム賭博の問題を抱えていた。特に、2016年の、ワールド・オブ・ビーと呼ばれるイベントにおいて、多数のプレイヤーが、プレイヤーが融資するカジノと協力して、ゲームの支配的なプレイヤーの派閥から支配権を、奪取するために、 十分なゲーム内の富と資産を得た。紛争後、影響を受けた派閥のプレイヤーは未成年者が参加していた場合は、ヨーロッパの賭博法に抵触する可能性があるゲーム内カジノの潜在的な法的問題とそれらが CCP の構想を超えてゲームバランスにどの程度の影響を与えたかについて言及した。CCP はこれらのカジノと共に、 現実世界のファイナンスが関与する仮想アイテム賭博やゲームのサービス規約に違反する監修も存在することを発見した。2016年10月、イブをフリーツープレイにすることを見越して CCP はソフトウェア利用許諾契約の規約を変更し、ゲーム内資産を用いたあらゆる賭博を禁止し、後に賭博スキームに関与したユーザーのアカウントの番を、 行い現実の金銭価値で、推定62万ドル相当のゲーム内通貨を、事実上押収した。スキン賭バクは、グローバルオフェンシブの e スポーツとしての成功に大きく、寄与したが、法的及び倫理的問題を回避するために、規制される必要があると一部で主張されている。スキン賭バクに関する大半の議論と行動は2016年6月下旬に、YouTube ユーザーの アンナーズコールが投稿した動画に起因している。アンナーズコールは彼のコールオブデューティー動画を通じた怪しげなグローバルオフェンシブのプロモーションのいくつかの主張を観察しており、公開されている情報を検索する中であるトバックサイトによる非倫理的な監修の証拠を発見しこの動画に記録した。その後、いくつかのメディアが初期の証拠を取り上げ、 この問題についてより深く報じた。スキン賭博のウェブサイトは多くの悪意あるユーザーを呼び寄せている。ルーレットのようなウェブサイトが制作された時、ユーザーのために自動的にかけると歌ったブラウザ拡張機能は実際にはスキンとコインを盗むように設計されたマルウェアだった。仮想アイテムを用いる賭博は、 アメリカの判例法では容認される監修に該当するが、スティームマーケットプレイスが可能にする仮想グッズと、通貨間の流動性が、スキン賭博がアメリカの法律で合法であるのかどうかと、バルブが責任を負うのかどうかを不明確にしている。2016年時点で違法賭博事業法、2006年違法インターネット、賭博執行法、フェデラルワイヤーアクト及び1992年、 プロアマスポーツ保護法を含むアメリカの賭博法は e スポーツにおける仮想グッズの賭博を明確に対象としてこなかったが仮想グッズを対象にする修正は容易だと主張されている。さらにスキン賭博サイトのアクセスの容易性が未成年者の賭博を可能にしている。スキン販売のオンラインマーケットプレイスサイトスキンクスチェンジの制作者 ジャスティン・カールソンは未成年者の賭博は大問題であり、子供が親のクレジットカードを使ってアイテムを購入したことを子供の両親に伝えるために電話をかけなければならなかったことが幾度となくあったと語った。カールソンは未成年のユーザーが数百、または数千ドルをかけ、賭博、またはジャックポットサイトでその金を失うことになった事例に言及した。 多くのスキン賭バクサイトはサイトを所有しているのが誰なのか明確に宣言しておらず外国機関が運営を行っている可能性もあり透明性やプロモーションを含む問題につながっているこれらのサイトの一部は一部の国の法執行機関からの追求を逃れられる賭バクの政権がない外国に置かれている2016年7月上旬 アンナーズコールが投稿した動画により、賭博サイト CSGO ロッドが二人の YouTube ユーザーが所有し、ジョシュ・ジョシュック・ビーバーが支援していることを発見し、それらの誰も彼らの動画上においてこの関係を開示していなかったが、彼らの購読者に対しこのサイトを宣伝しており、宣伝の一部はグローバルオフェンシブのスキンの形で対価が支払われていた。所有者たちは、 法律の枠内で運営していると主張しているが、宣伝動画におけるこの監修は連邦取引委員会と対立すると認定された。バルブはその後スティームのサービスから CSGO ロットをブロックしたが、数日後その措置を覆した。2017年9月、FTC がソーシャルメディアのインフルエンサーとの同意委員会の最初の和解と呼ぶものの中で FTC は マーティンとキャッセルに対し今後の彼らの動画におけるあらゆるビジネスのつながりを開示することを義務付け違反すればさらなる抜本的な措置に直面するという合意を彼らと結び合意は2017年12月に確定した FTC はまたこの状況に照らしてソーシャルメディアに関連する製品の宣伝方法についてのガイドラインを更新した マーティンとキャッセルの代理人の弁護士は CSGO ロットは賭博サイトに分類されるべきではなくマクドナルドのモノポリーの宣伝方法と同様にスキンを持っていなくてもイベントの入場チケットがあればユーザーは参加可能であると述べた同様の例は他にも存在し YouTube ユーザーの指針ディケイトがウェブサイトスティームロートを開示せずに宣伝しその対価として レアスキンが支払われた。ウェブサイト CSGO ワイルドはバルブの停止通告書への対応としてサイトを閉鎖することを発表し、宣伝契約を結んだにもかかわらず動画上でこの宣伝についてこれまで明らかにしてこなかったフェイズクランのメンバーがいることを明らかにした。この発表を受けて フェイズクランの少なくとも一人のメンバーが動画アーカイブを更新し CS g o ワイルドの宣伝に関するメッセージを追記した。これらの賭博クサイトのさらなる問題は一部のスキン賭博サイトとプレイヤーの間のやお長行為の主張である。ウェブサイト CS ゴーダイアモンズは試合結果をよりエキサイティングにしてサイトに視聴者を引き寄せるために少なくとも一人のプレイヤーに 内部情報を提供していたことを認めた。2015年1月、主要な大会の最中に、スキントバックサイト CS5 ラウンジとの関連で800兆を行った証拠が明らかになった後、バルブは同じチームのプロのグローバルオフェンシブプレイヤー7人を追放した。さらにバルブは、グローバルオフェンシブのプロプレイヤーとイベント運営に対し、いかなる場合でも、 グローバルオフェンシブの試合で賭けたり、大量のグローバルオフェンシブのギャンブラーと付き合ったり、彼らのグローバルオフェンシブの賭けに影響を及ぼしうる情報を他者に渡すようなことがあったりしてはならないと警告し、そのような交流の疑いがあるだけでもプレイヤーを追放すると脅した。この発見にもかかわらず、c e s ーラウンジは運営を継続し、同年の後半に、 プロのグローバルオフェンシブチームのスポンサーシップを発表し合法性の疑問が提起された。2016年10月5日、ワシントン州賭博委員会は企業のスティームプラットフォームを通じた賭博行為目的のスキンの転送許可の即時停止を同社に命じ、遵守の通知を提出するために10月14日までの猶予を与えたが、さもなければ刑事罰を含み得る法的影響に、 直面する。委員会は2月にとりわけ、サードパーティーのウェブサイトを有効にする、スティーム API の使用に関連した問題を、中心にした監修の問題をめぐり、バルブと連絡を取っていた。バルブの返答はそれらの賭博クサイトには関与しておらず、州法に違反していないと、再び主張し、さらに賭博クサイトが利用している、スティームサービス機能の大半は主に他のユーザーのために、 合法価値受容できる監修を促進するために設計されているとし、従ってサービスを合法的に利用している他のスティームアカウントの多くへ影響を与えずに、それらのサービスを直接閉鎖できないと主張した。バルブは、州トの協力の申し出を続け、賭博サイトに用いられているスティームアカウントを特定しソフトウェア利用規約違反のために、それらのアカウントを閉鎖した。 連邦取引委員会はそれらの賭博サイトの宣伝を行うグローバルオフェンシブプレイヤーの一部が適切な開示規則に違反しているかどうかを評価しているが委員会は調査の公式声明を未だ出していない2016年にオーストラリアのニッククセノポン上院議員はグローバルオフェンシブやドタニーのようなゲーム及びランダムまたは異なる価値のアイテムを購入するために 現実の通貨を用いるオプションがある仮想経済を伴うゲームを運の要素が大きいゲームに分類する立法案の提出を計画した。この提案法の下ではそのようなゲームは賭博法のもとで規制され明確な警告ラベルの調布やプレイするための年齢要件を強制される可能性がある。クセノポンはそれらのゲームは一つのことを主張するが 完全な賭博へと変貌しており、それ自体がとんでもなく、誤解を招きかつ欺瞞的だと考えていると述べた。国内のすべての賭博業務を監督する、ノルウェー賭博当局は2017年3月に、いかなる形のスキントクも違法であるとみなし、国内のスキントクサイトの運営者に、再び措置を講じる予定である。マンシマ政府は2017年2月に、ライセンス条件を制定し、 オンライン賭博業者がスキンなどの仮想アイテムの賭博や預け入れ、引き出しをプレイヤーが行えるように許可できるようにした。これはすべての賭博が認証された乱数発生期を用いて行われた上で未成年者の参加禁止が確保される厳しい規制下で行われるものである。この措置は2016年の発見後スキン賭博市場を回復させる可能性があるものとみなされた。 2017年8月、イギリスの賭博委員会は、スキン賭博の調査を開始した。委員会は、過去にフィファゲーム関連の仮想グッズ賭博の宣伝を行った、イギリスのウェブサイトの2人のオーナーを違法賭博の宣伝、未成年賭博の奨励容疑での訴追を成功させている。2017年12月に、委員会は、同国の11から16歳の子供の11%が、 スキントバクに参加していたことを発見し、スキントバクを可能にしているそれらのサイトに未成年者に対する保護がなされていなかったことが原因の一因だとする報告書を出した。委員会は刑事訴訟を起こす用意があるが未成年者の賭博規則を執行するために親とゲーム企業の助力が必要であると述べた。2018年2月、デンマーク政府は Steam のデンマーク版を経由して アクセス可能なスキン賭博の大手6サイトへのアクセスをブロックした。デンマークトバク当局とデンマークの電気通信事業者2社の間での裁判後ブロッキングが行われることになった。裁判所は指定されたスキン賭博サイトがデンマークのサイトで宣伝されているため、それらはデンマークのトバク当局からの許可を得なければならないと判事した。 デンマークの電気通信事業者は当初は主要な場所でのサイトへのアクセスをブロックするように要求したデンマーク賭博当局に従うのを拒んだが訴訟で判決が下された。同じ訴訟でもスキン賭博に関与していない他の18の賭博サイトも禁止された。2017年後半のルートボックスをめぐる懸念に伴いオランダの賭博規制当局はルートボックスを搭載した。 いくつかのゲームを審査した上でそれらがオランダの賭博法に違反していると判断し2018年4月に未公表のいくつかのゲームのパブリッシャーに対して書簡を送りルートボックスを修正する8週間の猶予を与えた従わなければ罰金または刑事責任に直面する恐れがあった与えられた期限の2018年6月20日バルブは トバク規制当局の命令に従うためグローバル、オフェンシブとドタニのアイテムのトレードをオランダ国内のユーザーは行えないようにした。2018年9月のギャンブリングレガヤレイターズヨーロピアンフォーラムコンファレンスの15のヨーロッパ諸国のメンバーとアメリカのワシントン州はゲームとトバクの間のラインの不明瞭性によって作られたリスクに対処するために共同で協力していくことを発表し、 彼らの主な焦点はスキン賭博機能を提供するサードパーティーのウェブサイトだった。2016年6月、バルブはアメリカコネチカット州で住民のマイケル・ジョン・マクラウドから訴えられた。訴訟ではバルブと3つの取引サイトは未成年者による潜在的賭博を含む違法賭博問題を意図的に作り出したと言及し、バルブはスキンという形で トバ用の通貨を提供するだけでなくそのようなスキンが獲得された時に結果として生じるトレードから利益を得ていると主張した。マクラウドの弁護士は手続きが開始されればこれを集団訴訟として扱うことを求めている。集団訴訟として提起された第二の訴訟は CSGO ロットが発見された直後の2016年7月にフロリダの母親によってバールブ、マーティン、 キャッセル及び CSGO ロット相手に開始された。この訴訟は、バルブは未成年者の賭博を可能にしマーティンや、キャッセルなどのユーザーがこれを宣伝しており、これらすべては、連邦の利己法とフロリダの消費者保護法下では、違法な活動とみなされると述べた。ESPN は、訴訟における44人の原告の一人であり、12歳の時に、 スキン賭博中毒に陥り両親のクレジットカードと銀行口座を使ってスキンを購入していたエディアバラードの話をまとめた。両方の訴訟の主任弁護士、ジャスパーワードはプレイヤーがファンタジーチームにかけられるようにしていたサイトドラフトキングスとファンデュエルの賭博問題の法的調査に現在関与していたことから訴訟を引き受けた。ワードはバルブは それらは違法で規制されていないために多くが10代の消費者に害を与えるオンライン、賭博エコシステムを作り出しそれから利益を得ていると語った。ワードは2016年7月6日のインタビューにおいて、バルブがどちらの訴訟に対しても回答を出していないことを指摘し、特に CSGO ロットの禁止を解除したことに照らして、企業の公然の沈黙は不当であると考えていた。 両方の訴訟の一部で、裁判の一部を連邦巡回区公訴裁判所で審理することが必要な利己法違反行為があると主張された。第一の訴訟の裁判長は2016年10月に、賭博の損失は、利己の当事者的確における十分な事業、または財産被害ではないと主張し、訴訟のこの側面を指示づけるための被告らの同義を支持する判決を下した。 バルブは2016年8月にその訴訟をシアトルの連邦裁判所に移すロビー活動に成功し、その後11月に法的根拠で裁判は却下された。原告団はシアトルのキング郡上級裁判所に訴訟を提起しようとしたが、バルブはまたこれを連邦裁判所へと移すロビー活動を行い、同様に裁判は却下された。ワシントンとイリノイで 追加の原告が加わった原告団はシアトルの連邦裁判所で訴訟を起こした。新たな訴訟では主張の一部としてワシントン州賭博委員会の措置を盛り込んでいた。同様に CSGO ロットに他する第2の訴訟も同じ偽古議論で連邦裁判所から棄却され CSGO ロットが設立されたフロリダ州に再提出された。 ワードはマーティンが訴訟が提起された頃にはアメリカからイギリスへ移住していたことで彼に対する法的措置を乱すことは困難になったと述べた。上記の第二の訴訟の直後、バルブのエリック・ジョンソンは2016年7月13日のガンスートラへのレターにおいて賭博を援助するためにスティームの機能性を利用するサードパーティーのサイトに対し接続と使用方法が スティームの利用規定に違反するためそのような方法でのスティームの使用を中止するよう要,要求すると述べた。ジョンソンはまたバルブはそれらのサイトとビジネス上の関係はなく彼らがサービス規約違反を継続する場合法的措置を追求するとも述べた。2016年7月20日、バルブは同社のサービスを不適切に利用している。 スキンとバクに関与しているとみなした23のサイトに、対しいくつかの停止通告書を送付し、スティームワークスの API の使用を中止するための10日間の猶予を与えた。1週間後、バルブは別の20のサイトに対しても、同様の停止通告通知を出した。同月に、Twitch.tv は、グローバルオフェンシブのトバクサイトの描写、または、宣伝を行う配信は、 サードパーティーのサービス規約に違反するコンテンツを描写する配信を禁じる同社のサービス規約に違反するとユーザーに警告した。結果として Twitch は当時140万人以上のフォロワーを抱え Twitch で最も視聴されていたグローバルオフェンシブプレイヤーのジェームズ・バルガをサービス規約に違反したとして BAN したが特定の理由から詳細について明確にしなかった。 この版は、バルガのスキントバクサイトとのつながりが公開されたという未証明の主張の数日後に行われた。その直後、バルガは彼の Twitch 版と争うための法律顧問を得たと発表し、2018年2月に Twitch に対して、版によって自身の配信キャリアが影響を受けたことを理由とした、金銭的損害賠償を求めた正式な訴訟を提起した。 ツイッチは2018年5月にバルガがサイトの利用規約に違反したと主張しバルガがツイッチ及び同サイトのユーザーに生じさせた損害に対する保証的損害賠償を求めて対抗訴訟を提起したバルブの声明を受けて一部の賭博サイトは消失したりアメリカ国民によるサイトの利用をできなくしたりしたほか CS カーダブルなど正式に閉鎖を発表したところもあった バルブはそのようなサイトに転送したあらゆるスキンを自身のスティームインベントリに戻すべきであるとユーザーに警告し影響を受けたいくつかのサイトは近いうちにスキンを自動的に返却するとユーザーに約束した。サイトのアップスキンスは声明の中で彼らは賭博サイトではなく結果としてバルブが彼らに対して行動を起こすことは予期していないと述べ運営を継続している。 CSGO ラウンジは運営を行う予定の国々で法的な賭博ライセンスを取得する計画を発表し、それらのライセンスの国からのユーザーのアクセスを制限した。しかしながら翌月にサイトはすべての仮想アイテム賭博を終了し、ユーザーに対しては彼らの仮想アイテムを回収する機会を提供する一方で e スポーツの総合エンターテイメントウェブサイトへと 移行することを発表した2017年1月までにバルブからの連絡を受けたこれらのサイトの約半数しか閉鎖されずその間に海外で設立されたサイトが増加していたさらに新たなスキントバックサイトは目立たないようにしていたことでスキントバックは追跡がより困難な地下経済にさらに移行することになったほぼ同じ時にバルブは チームフォートレス2のアイテムを利用した賭博に参加するサイトとアカウントをブロックするために同様の措置を取ると発表した。2018年3月、バルブはスティームのストアポリシーであるトレードで新たに入手したアイテムの7日間のクーリングオフを拡大しグローバルオフェンシブスキンにも適用した。これはプレイヤー同士での公正なトレードを邪魔することなくアイテムトレードの即時性に依存する。 スキン賭博及びトレードサイトをターゲットにするために意図的に行われたものだった。これは、プレイヤー、とりわけ合法のコミュニティトレードサイトの運営者や視聴者にスキンを提供する配信者からの批判にあい、バルブがこの決定を見直すように求める、請願書10万人以上の署名活動が始まっている。その後、アップスキンスは7日の期間を事実上回避するために、ボットを用いて、 トレード機能の一部を自動化するサイト、エクスプレストレードを立ち上げた。バルブは、アップスキンスに対して、スティームのサービス規約に違反しているため、エクスプレストレードを閉鎖するよう要求し、アップスキンが行動を怠った場合、エクスプレストレードが使っているボットのアカウントを停止するという趣旨の停止通告書を送付した。レディットのユーザーは、 この閉鎖により200万ドル以上のスキンが失われたと推定し、その中には、プラーノン、エスバトルグラウンズのパブリッシャーの PUBG コープが、同作のスキンがスキン賭博に用いられているのを発見し、スキン取引をロックした際の約100万ドルのスキンが含まれる。2016年6月から7月に、スキン賭博についていくつかの問題が発覚したことにより、 e スポーツの重大な問題として、賭博の性質を浮き彫りにした。 いくつかの e スポーツゲームの開発企業ハイ、レズスタジオのトットハリスはこれらの出来事は e スポーツがほとんど規制されてない時代が終わりパブリッシャーと大会運営者が賭博問題を少なくするために彼らのゲームにより厳しい制御を行う必要になる前兆であると考えた。ロケットリーグの開発企業サイニックスはグローバルオフェンシブのように同社のゲームに同様のルートドロップと 取引システムを導入する計画を発表したが、グローバルオフェンシブで生じている、同様の突爆の状況を回避するために意図的に、プレイヤーのインベントリを管理するスティームワックス、API を利用しないことを選択した。プラアンノン、S バトルグラウンズ、リードデザイナーのブレンダン・グリーンは2017年中頃までに、バルブが、スキント爆を心配することなく PUBG の、コスメアイテムの取引、 販売を管理するスティームマーケットプレイスを利用するための十分な安全措置を導入したと考えていた。しかしながら2017年11月までに合法化、疑わしい PUBG のスキントバックサイトが出現し始めた。PUBG の開発企業、PUBG コープはプレイヤーがシステムを未だに 悪用していることを見つけたために2018年5月にスティームトレーディングを無効にした。e スポーツにかける欲求は存在し続けていることからスキンとバック問題を回避するために金銭的価値を持たない完全な仮想通貨を用いるプログラムが開発されている。例えば2016年9月に Twitch はロイヤリティプログラムのポイントとして機能する仮想通貨スティームを 同プラットフォーーームのユーザーに提供する計画を発表したこのポイントは配信を視聴することで獲得することができ、ユーザーは e スポーツの試合にポイントをかけることができる。スキントバクの状況の存在が2016年中頃に発見された時、スキントバク市場の経済の推定は落ちていたが、2017年初頭までに、それらのアナリストは彼らが予測していたほど加工して、 おらず、賭博サイトは引き続きオープンし、成長を続けていることを発見し、彼らは法的問題が解決されない限り近い将来にこの市場が消えることを予想しなかった。2017年初頭に分析企業ナレスコープは、スキントバクの法的問題への意識が向上したとしても2016年中頃の推定200億ドルと、比較して2020年までに129億ドル。 以上がスキントバックで使われると推定した。グローブはバルブにおけるスキントバックの将来の多くを提供し、サードパーティのウェブサイトを可能にする steam API を制御している。バルブはこれらのウェブサイトを遮断するために API を変更すると、それによって実行される可能性のある他の合法の活動にも影響を及ぼすことで、バルブによる直接の監督と 監視なしに実施することは困難になると述べている。バルブに対する2件の訴訟が完全な真理になるのか不明であるため、この状況を解決するためのワシントン州、賭博委員会の継続中の訴訟に注目が集まっている。ありがとうございます。